最高の仕事です。あれからブルーアイズのアルティメットドラゴンのホログラフィックをねゲットして、僕は信じてるから君も諦めないでいた。ドラゴンのホログラフィック2時間ぐらいかかってますね、ここまで、合計金額ですけども2万円ちょっと突っ込みましたね。2000円。ああもう10分の1、反応しづらいでかいかな。これの中では価値のあるカードになりましたね。もちろんここで普通の人なら買えるでしょ。いや普通の人ならまずゲットしないでしょあのカード、うん、ただ俺もここでは終われんというところまで来てるんです。これ見てください、オールビンゴまであと1個なんですよ。そうやねんな、こんなん意見言うとるようなもんやろ。超前人未到オールビンゴという未開の地へ一歩踏み出そうと。で今回ね特別賞としてオールビンゴ揃ったら、うん、これもらえるみたいです。これヤバそうやな。店の人曰くすごい価値のあるクリーブらしくて、ゲットして査定に出してみたら分かると言われたんで、多分ソフトランも置かれてると思うんですよ。これ東方ディーフリッツっていう、これゲット目指して引き続き頑張りたいと思います。いくか、行こう。OK、 これ一発目でどうするよ。シェフィールやろ。そんなんすよ、ありえへんやん。これ一発目でやばい。やばいっす、それあの一個空いとるところに止まるのがぶち込みてえな、ほんま弾丸な。錆びついたマシンガンで今を打ち抜こう。打ち抜き寂しからしがりドーン。マジで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 これマジで、うわやばい。え入った入った、マジで、入った。おい、これ動画の尺どうすんねんこれっていうのが真っ先に頭かんの。これ動画の尺的にやばいぞこれっていうレベルで。マジで入ってもだ、入った、うー入ってもだ、入ってもだ、仕方ないんでね、戻してもらうわけにもいかないんでね。これ景品これもらいたいと思います。はい、ゲットしました。カードスリーブ東方銀フリッツ、高そうやな、すごい。確かにな、これは。というわけでね、今回もう一発でゲットしてしまったんでね、もう仕方ないんですよね、終わろうかと思ったんですが、ですがよくよく見たらですよ、こっちは満パン、こっちはまだお腹空かしてます。でお店の人が僕に言ってきました、もし仮に2つともこれ満パンにしたらこのケースの中の好きなもん3つ持っていっていいと。あ、3つ言ってきました。ど真ん中見てください。まずワンピースのこのクロコダイル、めっちゃでかいのが1匹。でかで横にワンピースのベローナ、これ POP っていう結構高いやつなんですね。これさらにその右ビビね、このビビ、ベローナ、クロコダイル、これ3つもぎ取ったろうかなと思ってます。オッケー、じゃあ大回できますわ。ほらよっしゃ、こっちから攻めるぞ今回は。じゃあ今度ちょっと、あ、一緒やった。オッケー、こっちの方がなんかちょっとアームでかい感じするぞ。若干腕つかめる。おー、こっちの方が結構精度高いかもな。こんなん腕入るやろ。ほらほらほら、1個目。でもすぐ入りそうやな、これなんかもう結構きついですね。もう甲子園でボコボコ打たれた投手みたいな感じです今もう。こんなんって戻すとかって、もうこんなんしたら投げとうけども。おっ、一緒に行こう。おっ、でかいよ、初の2個、でかいよ、でかいよ、でかいよ、2個の感じ。あっ、あっ、きちり。おっ、おっ、おっ、いった。何それ、やばいやばい、さっきから何こんなことあるんや。綺麗に入ったな。やっとってよかった、奇跡起きたわ。せい、よっしゃー、入ったー。でかいビンゴまた揃いました。先ほど壁が行きましたよ、壁が。こっちは無理か、あちら、よっしゃー。オッケー、連続いった。頑張れ、よっしゃー、決めろ、後で筋肉ある、いけ、おっしゃ、いけ。勝つのは評定、勝つのは評定、負けるのは枚数。オール様のビギに良いな。おい、そう、枚数、うっす。なんで俺カバジになってもらおう。恋金でのジタバタみたいな感じ、こんな感じ。やめろよ。おっ、来た。入りてえな、シャワー浴びてえわ。帰った絶対シャワー浴びるわ俺。顔がなんかもう岩塩まみれみたいな感じ。おお、あと4つ。
右膝ネジ削られたもん。膝ネジ。これ来い。あんまよ。うわ。壊れたな。光壊れる。体力設定しとこう。オッケー行こう。体力設定とかしていく。どれ。どれじゃな。来い。ああ、いごっつい口癖がしょ、俺ね。僕なこれ、ほんまに。チンポジがあるんやって、ほんま、俺、お前。チンポジは関係ないわ、今。あったけど。ほんま。名人の今、チンポジがあるやん、多分。だいぶ。悪いよ、名人。だいぶ悪いです。直さなあかんやん。チンポジがあるやん、名人直さな。無理や、ほら。チンポジが。チンポジ悪いらしい。廃業は悪いらしい。廃業は直すことないだ。直さないで。廃業は。直しようないやん。ここにあれやんか。もう廃業はな。どうやって直すねん。これ分け目とかでないからな。いやもうきついわ。無駄話やめようほんま。前めろ。俺もきついんやもん。これダブルに入ったとこちょっと取っとこう。これはちょっとビールかけ完全制覇。穴と岩は全部入れちゃったわ。ほんまこれ全てを支配した気分です今。では景品もらいましょうか。はい、ゲットしましたよこれ。あー最高やわ。まずクロックダイルめっちゃでかいしな。バリカッコいいな。ペローナもめっちゃエロいからなこれペローナもペロペロじゃんビビはなんかもうちょっとこれ小物に見えてたな。このレベルやっぱ美しいな。ビビペローナがええな俺。あとこれ、よう分かれへん、スリーブ4つ、ゲットしましたよ。よっしゃ、すべてやりきった感覚です、今本当にすべてやりきりましたね。合計でね、これ5時間ぐらいですかね、トータルしたらかかってますけども、まあ、金額にしたら3万5000円ぐらいですか。店員さんの力では全く借りずにね、完全自力でやったんでね、まあ大変でしたね、今回に関しては本当に。まあまあ面白い動画をね、お見せできたんじゃないかと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。はい、じゃあ一応もう査定ですね、恒例の。なんぼするんやこれ。行ってみたいと思います。店長これ3点セットお願いします。とんでもないでしょ。これはね、EOP じゃないですか。パイパンオブパイパンっていうそんなことは聞いたことないけれど。ないですか。何だっけ、まさん POP って。パイヤスオブパイヤスやな。バクリすぎやろもう父しか残ってへんもう実質しも2月パイですね。自身で新品ある上の、うん、アンティークっていう風に属しますねこれ。アンティークにしたら歴史浅いんちゃう。ビビって言ったらもうアンティークですよ。キャラクター的なアンティークって逆にダメじゃないの。昔はすごい人気あったけど最近出番が少ないからな。どうなんやろな。はい、じゃあラストこれ。かっこいいこれ。クロコダイルって人気あるから見放くらみ人気あるんじゃん。そうやな。普通に評価はこいつが一番高い。まあですね。やっぱりやっぱりそう。さあクロコダイルってな、おいくらですか。さあ言ってまさか言わんですね、そんなことね。天ちゃんを俺笑うところだちなみに全部定価で言うと、はい、同じでしたね。定価は何もらっすか。定価は8600円。高っ。高いな。あー高いな、うん、全部3点まとめて売るんやったら、はい、1万円で買えた。あー1万か。まあまあ高いな。結構高いな。1体1体バラで売ったらば2,3000円。あー1体2,3000円、うん、セットやったら高なると。そうそうそう、うん、これはもうあのエースは売っちゃいますよ。エンジョン欲しそうなんで。そうなの。ペッテイさんも言ったわもう僕、まあ、これはもう1ヶ月かしたらプレゼント企画で持っていきますわってことはない。ああ、それはね、結構ありますね一応、店長の方に置いとこうかなんて。在庫みたいなの言ったら俺のね。ただ、まだ僕バケモン持ってます。おう、
これ東方銀フリーズカードスリーブの中でもトップクラスだと言われてるとか言われてないとかどうですかこれ本物これ。いや一応まあレプリカです。いやいやいやレプリカです。未開封だな。まだこれ現存物があるの。これは僕もね本当におじいちゃんから代々伝わったやつなんです。自分のおじいちゃん若いな。おじいちゃんが死ぬ前にこれはお前にあげると言われたやつがこれです。おじいちゃんもっと別のもん残さんか。もっと高かったんちゃう。正直情報によるとこれは本当にレアだ高いと聞いてるんだよね、うん、プレミアプレミア、まあ、これ多分プレネついてますから。ぶっちゃけて言うと、はい、メーカーもないんですよ。そうなんですね。ですよ。えマジでメーカーないんですよね。え知ってた。いやでもおじいちゃんの会社だったんで。ああそうなん、はい、おじいちゃん会社潰した。すごいね。しかもねこれね確か抽選じゃないかな。ですね。まあ僕もじゃなかったんですよ。そうなんですよね。僕も一応、まあ、あの兄弟が5人おってその中で抽選で俺に選ばれたっていう品なんで。兄弟5人いたってお母ちゃん頑張ったな。そうなんですよね。少子化に収支を売ったっていう聖母ですよ。ジャンヌです。ジャンヌやったらうまへんのじゃジャンヌですよ。ああやっぱりそうやな。スリーブ単体で見たら一番高い部類に入る。スリーブ界の王様、まさにノースリーブ。すごい価値が下がった気がする。この世にはナイスリーブですよ。もうあんまりえくれんの。まあまあ仕方ないですね店長。もう僕もこれ取ったのがおじいちゃんの形見なんで、ね、一応取ったのがおじいちゃんの形見っておじいちゃんから取ってきたみたいな言い方があるけど、おじいちゃん泣いてるで。おじいちゃん泣いてたね。これはもう万を超えないとね。形見やん。形見なんですよね。まあ、まあ正直言うと万は超えへんのよ買い取りはね。それただ8000円で買い取れる。8000円。高っ。このフィギュア3体とほぼ一緒やつ。そうやな、うん、ぶっちゃけたらこっちは高いんですよ。はるかにこっちの方が希少性は高い。これはもうこれでします。なるほど。これは所属ブレンドにまたいずれ回しますわ。じゃあこれ残りはまあもうね届くところに届けばいい。店長は高くして売るでしょ、まあ、どうせ。このスリーブも多分まだあのガチャガチャ入っとうダメだし、ダメだし。一番最後に売れとう多分ほんま俺思うわ。そうやってすっごい高い値段やからな。そうやな。当たり前やろ。これ先頭に入れるわけないやん。これ勝ったらでもめっちゃ高いですってことですね。あ万ぐらいするかな。もうやばいな、やばいな。合計1万8000円かな売りに言ったら。その中から一応これを視聴者プレゼントにいずれ回したいっていうふうに思いますね。いやでも楽しかった。もう一汗かいたんでね。よかったかなと思いますね。はい、じゃあ今回のね3本立てのたこ焼き器の動画はこれでフィナーレということで。